合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつくて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり、こいつつこて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな専務。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことより、これ、これは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。どこだ。天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾ぶったりゃ。
さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあまあ、ディエ。はるか。はるかを話せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとってのう。悪いけど餌になったりや。骨まで噛み砕いとるや。うわ、割りゃ、化け物かい。はるか、返せ。リュウジ、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のマネや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。いよいよあさって、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまって。どうしたの？大したことはない。しっかりして、おじいさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口。大丈夫よ。すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに。ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃって、このアホ。